皆さんこんにちは。不器用女子のてんてんみみです。今日ご紹介するのはこちらのとっても簡単に折れるてるてる坊主の折り方です。では早速折っていきましょう。準備していただくのは 15cm×15cm 15の普通の折り紙を半分に切ったサイズのものを準備してください。えー、半分に切っていただくためにハサミと あとはてるてる坊主のお顔を描くためのペンも準備してくださいねでは折っていきましょう白の面を上にしていただいて半分に折ります開いて頭の部分を折ります三角形に折っていきます 皆さんここまでできましたでしょうかでは下の面を頭のてっぺんのところに合わせております開きますこの真ん中の線がテルテル坊主の首の部分になりますこの線に合わせて 上に1センチほどこんな感じで折り上げます。皆さんここまでできましたでしょうか。今の真ん中の線から1センチこうやって折り上げます。次にこの真ん中の線に合わせてこの上の三角形のところをまた。 1センチくらい折り折り曲げます。真ん中の線に合わせてこのようにちょっとわかりにくいんですけど、このように折り合わせます。裏はこんな感じになってます。ここまで皆さんできましたでしょうか。 ここがてるてる坊主の首の部分になりますでは反対側を向けていただいて真ん中で折っていきます反対側も真ん中で折ります ここままでででさんできししたでしょうか次にてるてる坊主の頭の部分を折っていきますのでこのように開いてちょっとくしゃくしゃにここがなってしまうんですけれども、まあ、あのこの表の部分からわからないのでちょっとくしゃっとなっても問題ありません頭の部分をこのように開いて あと胴体の部分も開きます胴体の部分はこの先に向かって斜めに開いていってくださいこのままだと頭のところがとんがっているので 丸みを持たせるために頭のてっぺんを内側に折り込んでこのほっぺの部分も内側に少し折り込みますはい、これでてるてる坊主の完成ですあとはお顔を描いててるてる坊主の完成です皆なさんお好きなお顔を描いてくださいね これから雨の日が続きますので、ぜひかわいいテルテル坊主を作って晴れる日を待ちましょうね。こんな感じで簡単に完成しました。皆さんもぜひ簡単に折れますので折ってみてください。私のチャンネルでは他にも様々な季節の折り紙を紹介してますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。てんてんみみでした。